おはようございます今日は3月1日、えー、近所の川に来ました、えー、昨日今日とあ違う昨日おとといあったかくなってて水温もねかなり上がってるらしいんでね、あのーまあ、私の この川で一番信頼できるあの人の情報でね昨日ちょっと LINE が来て10度10 11度だったかなどっちか、えー、水温上がっててでそこの橋の上から見てるとちょっと大きめの鯉が泳いでたと。 えーっとね今これ鳥か魚か何か今ちょっと波紋が出たんであー鳥か鳥ですね、えー、まず、あ、鯉がもう動いてたということでちょっとね、えー 水温、今日もね、あのー、気温18度ぐらいまで上がって、えー、南風がね、まあ、軽く吹いてくるみたいなんで、えーとね、今日はもう本当に期待してます。で、今日はね、もう、釣る気満々ですね。 と,いうわけでね、とりあえずまあ、まだちょっと暗いんでねあれなんですけどまあちょっと準備して、えー、頑張って今日こそねこの鯉をね仕留めたいと思いますというわけで頑張りますえっとねこれわかるかどうかもう 朝日がもう真っ赤ですね今日はなんかねいいことあるようなないような、えー、もう真っ赤な朝日ですというわけでとりあえず竿の準備できたんであとは、えー、現在6時10分餌をねあと準備して、えー、餌を打ちます えっとね、今日の、えー、餌と仕掛け、えー、もういつも通り、団子と一本針。でね、ちょっとね、針のこと聞かれたんでね、私が使ってんのはね、こっちはね、添い針の17号、で、こっちはチヌの10号ですね。 今ね、これぐらいの針使ってる人ってね、少ないみたいですね。みんなもっとちっこくなっちゃったみたいで。昔はね、これでも小さい方だったんですよ。私、あの、谷とか使った時はね、ソイの19号か、チヌの11号とか使ってましたね。でね、あの、 使う人はもっと、ソいの22号とか、そんなの使ってた人いました。というわけでね。これでもね、全然もう、メーターの鯉の口からするともう、ほんと小さいです。ええ。というわけで、とりあえずまあ、投げますね。えっとね、一投目。ええ 6時半1頭目完了しましまたでね今ちょっと投げる前ねもうこの辺でねちょっとちっこいもじりが多分船かなんかのもじりがね出たんでね、えー、今日はね本当いいかもしんないですね今日こそ、えー なんとかね、1本もうね大物を狙いたいと思います。えー、というわけでね、えー、餌も打ち終わって、えー、まあ、とりあえず頑張ると頑張るしかないというわけです。 というわけですえっ、ー、とね現在8時です今のところまだ当たりなしですっていうかねまだ思ったほどあったかくなってないですね一応予報では10時ぐらいから南風吹いてくる予報なんで えー、まあそれまでちょっと我慢みたいな感じかなとは思いますというわけで、えー、引き続き頑張りますえー、とね今ちょっと当たりが来ましたけど乗らなかったですねいい でもうね、まだね、8時なんでね、チャンスがあると思います。というわけで、ちょっと待ってみようと思います。えー、っとね、9時です、えー。気温が10度まで上がってきました。えー 昼頃になったらね、水温ちょっと測ってみようと思います。んで、あ、は、れ、い、ですね、左、ちょっとね、食わせを左だけボイリーに変えてみました。どっちにコーンに食うか、ボイリーに食うか、ちょっと試してみようと思います。 えーとね、現在10時です。えーと、右側、ええー、クワセコーンの方を、えー、打ち替えました。でえで、ー、今水汲んで、ちょっと水温を測ってます。あら、冷たいな。えーとね、7度ですね、今。 7度。もうちょい、もう一回昼、昼過ぎぐらいにもう一回測っています。えー、っと、現在11時です。えー、当たりなし。えー、っとね、朝は一回小さな当たりが来ただけで。あとは、 えー、船かなんかのね、もじりがいくつか出てるって感じで。でもまだこれからね、暖かくなるんでね、まあ、夕方までちょっと頑張ってみようかなと思ってます。えっ、ー、とね、現在12時です、えー。今のところ当たりなし。 で、ちょっと水温もう一回測ってみます。えー、9度ってとこですね。9度。うん。多分ね、ええー、今日3時ぐらいが一番、 暖かくなるみたいなたぶんで多分その辺が、えー、その辺まで行くと2桁行くと思うんですけど今のところまだ1桁台ですね、えー、なかなか水温上がってこないですね、えー、3時頃もう一回ちょっと測ってみようかなと思います えーとね、現在2時です、えー。当たりなし。でね、両方とも、えー、餌取り替えました。えー、とね、とりあえずこれでもう今日は餌替えなしで当たれば終わり。えー、当たんなければ夕方までっていう感じで。でね、もう もう2時なんでねちょっとえー、水温もねちょっと測ってみようかと思いますえー、っと2時の水温は、えー、10度です10度ですね、えー、やっと2桁えー、なりました うん、まだねちょっとね低い感じはするんですけど、えー、深いところはもうちょいあるかもしれないんでね。えー、というわけでねなんとかあとはもう、えー、当たるのを待つだけですもう。えー というわけで、あと3時間ぐらい頑張りますえっとねさっき言うのを忘れちゃったんですけど、えー、2時のね餌替え餌替えの時えー、っとね針をね伊勢山の12号に落としてます、えーあのー、でかい針だとねまだちょっと 食い込みが悪いみたいなんでえちょっと小さい針にしてみましたというわけですでまああと2時間半ちょうど今がね一番あったかいぐらいかなーって感じなんで えー、運が良ければ声が、えー、動くかなとは思うんですけど、えー、なかなかほんと釣れないですねここほ、うんとんもうねここまでねあの 三ヶ月以上、こう、通ってるんでね、もう、意地でも、えー、釣れるまで、来ようと思います、もう、えー。というわけで。とりあえずね、魚はね、船っぽいのはね、いるんですよ。あのー、泳いでるのが見えたり。 あのー、波紋が出たりしてるんで。あとはね、鯉が、本命の鯉が寄ってくれればっていう感じです。えっ、ー、とね、現在4時半です。えっ、ー、と、もうまだね、日がちょっと高いので、 あと一時間ぐらい、えー、ちょっと粘ってみようかなと、思います。うん、やっぱり、まだね、10度とかだと、ちょっと早い感じですね。多分、あの、下んところ、これの下流ならね、多分、 釣れた可能性もあるんですけどこっちはねやっぱまず鯉の数が少ないんでこの手前あたりねあのまあ船みたいな小さいのがまあたまにもじるんですけど。 鯉のねえー、もじりとか羽がね。全然まだ出ないんで。えー、ちょっとね。厳しいかもしれないですね。でもまあ、あともう1時間ぐらいちょっと粘っています。えーともう,もうすぐ6時になるので、えー、今日は引き上げようと思います。 というわけで、じゃん。こんにちは。こんにちは。ターニーさん。また、今日もありがとうございます。あ、いえいえ。ええ。今日千代田さんが竿を出しているということで。え今日見に来たんですけど。えいターニーさんがもう昨日なんか、いっぱいいっぱい。いるって聞いた、み、み、見たって言うから、来たんですけど。すみませんでした。見間違いだったかもしれなら。見間違いだったんですか。 いやもうだんだんよくなりますよそうですねええもうそうもうう十十そですね私が今日測ったときは十度だったんですけど昨日十一度ですよねそうです。これからどんどんもう十五度十八度とかなればそうですね春本番ですねはいえじゃあもう いやあれなんですよ、はい、他釣れとりあえず1本どっかで釣った方がいいのか、はい、もう、はい、ここで釣れるまでやるのがいいのかあ、はいはい、どっち私はまあ <laughs> 他かでやったりここでやったりでいいんじゃないかななんて思うんですけどあ<ー>、えー、まあそれはね千代さんの好きで、えーはい、いいと思いますよ。いややこれもやっぱね、はい、あの 視聴者さんのこう意見があるんで、ああなるほど、はいはいはい、ああ、ここで釣るのをこう楽しみにしてる人もいるわけですよね。そうはい。ええ、じゃあ、まあターリンさんはいろんなところでやった方がいいと、今やってもいいんじゃないかなと思います。はい。すね。まあ他にも面白いところありますからね。はい。はい。ええ、そんな感じです。はい。ありがとうございました。 えー、今日歌わなくていいですか, <laughs> ですか <laughs> いいですかわ <laughs> <laughs> か, <laughs> かりました。はい <laughs> はい、という,ふうわけで「えー、ターリン」さんでした。えー、まあ、あのー、どうするかはね、えー、ほんまだあのもうちょい気温水温上がらないと。 ダメかなっていう気もするんでもしかするとちょっと1匹するのに他浮気しちゃう可能性もありますけどとりあえずなるべくここで頑張ろうと思います。ええというわけでまた次の動画よろししくお願いいますはい、よろしくお願いします。